方、中日ドラゴンズ、いよいよヤバい領域へ。中日、13勝26敗、3割3分3厘、シーズン47勝96敗ペース。地味にヤバい。2017ヤクルトレベルやん。あのヤクルトくらいか、あれよりは強そうに見えるんだけど。キャッパイ間に合いそう。さすがにこのペースで負け続けるわけないし大丈夫だよ。90敗を超えると、深み、が出てくるな、見栄えが違う。立浪が辞任しなけりゃ100敗やるよ、普通に。主力が続々とやる気なくしてるからね、100敗達成すると思うよ。完封負けの日本記録も60年ぶりくらいに更新しそう。そう簡単にヤクルト超えられると思うなよ。これでも100敗はしないのすげえ。17ヤクルトや暗黒横浜のペースか、どっかで大型連敗が欲しいな。これでもまだ10連敗とかしてないからな。これから夏にかけて連敗に弾みがつきそうやわ。ちょっと頑張れば100敗いけるやん。期待してええんか。怪我人でまくったヤクルトと同じってちょっとやばい。早々に休養に入った大野賢いな。まだまだ加速するぞ。中日はまだ助走でしかない。こんだけ弱くても3割勝てるってすごいな。143試合換算、ホームラン44本、114エラー、完封負け37試合、完封勝ち0試合。非完封に最小本塁打に欲張りすぎだろ。どれか一つにせえ。